始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タレバック工場のアンドゥです。今回もいけないノートレー前回の次から遊んでいきたいと思います。それではスタート。ステージ130、イケメンの夜の姿を暴いて、だって暴かせてもらっちゃうよ。なんだ、まず頭は関係ないし、下半身、おっと下半身から怪しいね。分かった、お前実はブラジャーとかつけてんだろ。いまだにおねしょしちゃうんだ。イケメンならオッケーです。来ました、ステージ131、王子を振り向かせてえ、女王様も男すぎない？いやでもきっとガラスの靴だよ、絶対そう。お姫様はガラスの靴って決まってるから、これで履いてもう魔法がね完成するわけですよ、きっと。行きます。どうだ、魔法かなんだよガラスフェチな王子様って。じゃあガラス履けば王子様誰でも落とせるってこと？最強やん。エロカワ VTuber の秘密だって。いや別にエロくなくない、全然。ですね、見てはいけないものってものがこの世にはあるんですよ。正直皆さんにその覚悟がございますか？今からこれを見る覚悟が皆様に、いいですね、見せますよ皆様に。これが真実なんですよ。あげとるやないか、みんな騙されてたいやでもこのおじさんのすごいところはあれですからね、声もしっかり加工してるってとこでしょ。さすがだな。ステージ133、少しは休もうだって。あーなるほどね、受験に追い込まれてるんかな。あと2ヶ月ぐらいの感じですかね、もう最後の追い込みって感じがするんですよ。でもしかし確かに頑張りすぎも良くない。本番でね本当の力を発揮できない可能性も全然あるので、ここは一度パソコンを渡します。 YouTube でも見て、まあ、気分転換するってことは非常に素晴らしいことなんではないでしょうかあそっち確かに一番効果的な休み方かもしれないわ。ロリータ女子ちゃんの秘密だって。でもさっきのさ VTuber の子がおじさんだったじゃん。わかった、ロリータもきっとおじさんなんでしょ。違う、なんだすげえ悪い顔してるんだけど、いきなり。ってことはこの胸元に何か。何これ、乳首が6個あるってこと？それもう秘密とかじゃなくて病気だって。病院行った方がいいよ腹筋だったわ興奮させてだって。タバコ免許証傷跡、興奮させてって何傷跡かな、傷跡で興奮させてみる。引っかき傷見て、引っかき傷フェチなんですみたいな。ライオンに襲われた、もっといい言い訳してよあ興奮ってそっちか振ってんのもの興奮ね。お、吸いたいだって。あもしかしてヴァンパイアスタイル、なるほどね。噛みついてチューチューしたいと思います。さあどれだけ血を吸えるかが勝負ですからね。彼の気を引いてだって。いや男の気を引くものなんてこれなんですよ、これしかありえない。男の気を引くならこれをつけろ、間違いないです。おっぱいは偽物では、あなたへのモヤは本物では深いんだけど、やだ好きになっちゃう。ステージ139、別れさせてだって。わかった、キスマークでまるで浮気してますみたいな感じをして別れる、完璧です。カップルしねえやみすぎだろ。大きさ、ステージ140、餌をあげてだって。食虫植物ってことだよね。ってことはん、食虫植物ってあったっけ、違うっけ。本当の魔法使いになりたいだって。何これ20、30、60、何これハリーポッターネタかな、わかんないわ。でも一番光ってる20じゃない、なんかぽくない、え違うわ。じゃあ一番ボロボロな60、そんな気がするわ。じゃあもう30できます。なんで30なんだろう。あ30歳ってことまさか、え違うよね、なんか あっち方面のことじゃないよねあっち方面だったわ。なんだよそっちかよ、ハリーポッターとか言ってなんか申し訳ねえわ。萌えか足りない、あ萌えがかな、わかった、うさ耳だ、間違いない。うさ耳つけときゃ可愛いと思ったら大間違いってことはね、俺証明したいわ。多分大して可愛くないですから、いきます。お儀式に足りないものは、だってこんなん釘一択でしょ、呪いの藁人形スタイルってことでしょ。これで刺し続ければもう私を捨てて幸せになれるとでも怖っ。
じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。